はい。では、音読です。説頭時と設備時。一番前に作るやつと一番最後に作るやつなんですけど、まあ、それの勉強です。えー、っと、じゃあ、ここで読みましょうね。説頭時、prefix。説頭時は単語の先頭につき意味を変えます。an、反対、否定。unhappy、不幸な。r e 再び。 reuse 再利用する。in ではない、否定。n v i s ible、見えない。dis 否定、反対。disconnect 接続を切る。pre 事前。preview 予告編。ミス、誤った。誤解する。over 過度に。 超え超えて。overwork 働きすぎる。under 不足している。underpaid 低賃金の。inter 相互の間の。international 国際的な。aut o 自動。autograph 自筆著名。 実質証明 <laughs>、はい。えー、っと、じゃあ、ここですね。設備誌、今度はサフィックス。設備誌は単語の末尾につき品詞を変えたり、意味を拡張します。Full に満ちた豊富な。Helpful、助けになる。Less がない。Hopeless、希望のない。Able、Evil、できる。Readable、 読みやすい。ness 性質状態 kindness 親切さ m e n t 行動や状態の結果 development 発展 lee 祉を形成のように quickly 早く er or 行為者する人 teacher 教師 ist 専門家する人 芸術家。ション、ション、動作や状態。アクション、行動。Eyes、eyes、化する。Modernize、近代化する。説得と設備値を使った単語の例。Unhappiness、安、否定。Happy、幸せな。Ness、状態。不幸、 不幸せな状態。removable, re, 再び。move, 動かす。able, できる移動可能な。m i s communication, miss, 誤った。communication, 通信誤った伝達。